そんな中キャンディーズはスーちゃんをセンターにして、あなたに夢中って後にスーちゃんを象徴するような曲を作るんだけど、当時はあまり売れなかったそうなんですよね。全員集合ってあんなにお化け視聴率を取っている番組で、あのレコードの売り上げはやばいよってなったそうなんですよね。そして出す曲あまり売れなかったので、解散してスーちゃんだけを残そうって話もあったそうですね。しかしその後スーちゃんだけではなくランちゃんも人気が高まっていたそうですね。守ってあげたい妹のスーちゃんより守ってくれそうなお姉さんのランちゃんが良かったのかは分かりませんけど、その後年下の男の子ってランちゃんがセンターの曲を出すんです。年下の男の子って年下のダメな男を全て受け入れてくれる優しいお姉さんが主人公のこの曲はご存知の通りメガヒットをするんです。このセンター交代劇は秋元康先生もとても評価しています。